はい、今日は、男性の女性化乳房の手術をします。じゃあ正面から撮ってくれる？正面からなる引き、まあ男性なんだけれど乳腺が発達して乳房が肥大しているのと、あと、まあ、適度に皮下脂肪もついています。で触るとちょっと奥の方コリコリって触れるんですね。コリコリって触れるのは乳腺ですね。脂肪だけだったらふにゃふにゃしてるんだけど、奥の方ちょっとコリコリ触れるから、まあおそらく乳腺があると推測されます。で脂肪は脂肪吸引をして取ります。脂肪吸引するためにはちっちゃい切開をこの辺にして、3ミリぐらいの細いカニューラを入れて、この広い範囲を脂肪吸引します。乳腺だけくり抜いて取ってしまうと、その部分だけがくぼんできれいにならない、変形してしまうので、まず最初にちっちゃい穴を開けて広い範囲で脂肪吸引して、まあ、そうすると乳腺だけが残ります。乳腺は硬いので脂肪吸引で取ることはできないです。砕いたりとか超音波で破壊したりすることもできないです。すごく乳腺は硬い結合組織でできておりますの でまず脂肪吸引して残った乳腺を手術で取るために乳輪の下半分を切開して乳腺を取り除きます。で血がたまらないように、まあ、サクションドレーンを入れる予定です。まあ、入れないこともあるんですけれど、血がたまらないように入れることが多いです。まあ、ボリュームがしっかりあります。なるべく平らにするようにします。じゃあいいよ。